ひげ剃り岩、鳳凰岩といえば健徳さんです。山梨百名山ですが、2000メーター超える山ですね。もうこれから先、雪の時期になるとそんなに登れなくなってくる山ですが、山頂の近くはかなり岩場があって中上級者向きの山になります。本来はですね、健徳さんと山口って下のバス停があるところからずっと道々山っていうのを越えてくるんですけど、今日はショートカットで走ってですね、牧場から上がってまいりました。じゃあこれから登っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。天気良さそうだね、今日ね。ここを右に持ってきます。今日はよく富士山が見えております。山梨側からの富士山は綺麗だね、形がね。宝永火口に隠れるから。あ、ここ素晴らしいじゃん。写真撮ろうかな。これでね、牧場上がってきましたよ。これは健徳さん登山口になりますが、現在地がここですね。でこの大平牧場のところに駐車場があります。徳和公園のバス停から道光尾根を打ってここまでの分のね、パスできるってことで、ここから健徳さん山頂、一応標識としては2時間30分になっています。もう紅葉は終わりですね。日が差してまいりました。駐車場のね、行ったところで気温6度ぐらいだったですね。今日はね、霜もねだいぶ張ってますんで、この辺は冷え込みが厳しいんでしょう。下から上がってくるのは健徳さん登山口バス停から登ってくる道です。で、うちらが来たのはこの大平公園の駐車場に行ってきたので、ここで合流ですね。はい、そうですね、行きます。大木平っていうね、展望が広がるちょっと平らなところまで頑張ってみたいと思います。で、車道に出てね、また向かいの方にピンクのリボンの方に上がってきます。秋はあの落ち葉が踏み跡隠すんで、よくキョロキョロしながらね、目印探してください。展望出ましたね。少し土正面に富士山、登り切った感じですね。岩がそろっと出てまいりました。健徳山といえばね、岩山で有名で、名前のついた有名な岩がねいろいろ出てきます。関東近県でも手軽に来れる岩山ということで、もうここ岩始まりましたね。ここはまだ全然臭いところないです。なのでしっかり登っていきましょう。こっちね、左に行けそうなんだけど、こっちを、そっちか行けない。これ岩の右側を巻いていくみたいですね。特に指示はないんですが、いやこっちは行けないよ。この岩ね、下側を巻くみたいですね。特にね、指示ないんで、形状見ながら。みんなこれ行った後ですね、踏み跡ありますけど、みんな間違えてるね、これね。何度も行ってる山だとね、覚えてるもんですけど、だいぶ前に一回っていうと、まあ、ほぼ覚えてないのと一緒なんで、これ右ですね。こっちから上がってきて、この岩、登りたくなるけど、普通に右へ巻いてきます。全然普通だったね。健徳さんは岩山見そうとしてるんでしょうけど、もうここの山的なシーズンはもう終了の時期になります。もう紅葉も終わっちゃって、雪も降り出しますし、早朝は岩も凍り出しますんで、ただまあ冬枯れでね、普段見れない景色が見れるようになってくる時期でもあるので、日は短いですけど、ぜひねこういう時期もね登ってみたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと広いところに出ましたね。これ景色がいいところです。富士山にちょっと雲出てきちゃったね、朝より。
これバカでかいですよね、月見岩です。危なくないんで、登りたかったら登っていただいて、裏側から登ってないかな。ちょっと一度は走って、だいぶね岩が出てきました。険しくなってきましたけど、ピンクがすごいね、お祭りみたいついてるね。ここはね、そういうのありますけど、一人で岩の間を行きます。はい、さて指示でお願いしますよ。鎖は補助的でしょうね。寝ない感じです。これ鎖ないと登れないっていう人は、次から岩場行くのは気をつけたんですね。下を登るってのもなかなかね大変なんですよこれ。皆さん正面にもね鎖出てきました。鎖新しいじゃん、付け替えたねこれね。ちょっとここでちょっと展望見ましょう。展望ほら、こっちからも鎖があって上がりになってますね。いやちょっと富士山は消えちゃったね。お髭そい岩ですね。通りたくなりますけど、通らないでこっち行きましょう。はい、はい、荷物なければねなんとかすり抜けられますが、おお巻いてね。荒ヶ岳方面はちょっと視界出てますね。引っかかりのない岩なんで。おい、風が涼しいですね。ここで一回ね階段でこの岩を巻くようです。いや雷岩か、嫌な感じの斜めの突き方しててですね、濡れてる時は滑るんで、足もね微妙に下下がりになってるから、ちょっとフリーハンドで行ってみたいと思います。ここは秩父の双子山みたいなの緊迫感はないですけど、濡れてる時は気をつけてます。みんなね足掛けとか黒光りしてます。石が国際使ったらいいよ、うん、ここはね嫌な感じのね登りになってるんですよ。直通してもいいですけど、今日はね乾いてますけど、よいしょ。いやー景色はいいね。ここはね、まあ、ちょっとロープついてますけど、鎖とロープのついてる判定がよくわからないですが、南アルプスが見えてますね。
これね、草登るのダメな人は迂回路一応あります。登って迂回路で下るのが普通ですけど、今日はこれ下ってみようかね。富士山見た。これでもね、一かかり二かかり目のねところまで、割れ目まで行くとですね、割と登れるので、僕ともこれ2度目ですからね。無理しない無理しない。これながらね、頼もしい奥さんですよ、ね、中年のおばちゃんにね、この岩登れって言ったって、ふざけんじゃないわよあんた、あさっておいでぐらい言われちゃいますけどね。言わなくても登ってきますからね、これね。あのおもちゃ売り場の猿のおもちゃみたいに、どん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 行っちゃうみたいな。ほら、もうね、あそこまで行っちゃえばね、あとね、なんてことないっすよ。そこでジョイントがあるんだろ。はい、いいですよ。いや、もうちゃんとそこのまで上がっちゃってから、そこで上がれんだら一旦、うん、手がかりがありそうで意外とねないんですよ。ここだけなんだよね。ここでねジョイントされています。持てていますね。これはね、もうね、フリーハンド全然いけるんですよ。機材を選んでね、なんか簡単にいけそうですか。ちょっとちょでこんな感じです。いやー、ふざけだな。ちょっと一発目を押さえだけもらって、よいしょ、はい、うまく石はね、ここはあんまないんで、とりあえずね、岩を登りました。こっち側の視界はいいみたいですね。ケントさん、2031m ですね。はい、2時間かかんなかったかな。展望はね、ぐるっていきます。ずっと。奥様がいまして。奥に北アルプス、真ん中に、八ヶ岳。奥に、左がね、南アルプスですね。ずっと落ちて。見えましたね、富士山。ちょっと曇っててびっくりしちゃったけど、途中ずーっとね、この秩父奥武蔵の山もあってずっと待っています。一回下りたいと思います。これ下り怖いよ、これ下り怖いと思います。めっちゃ怖い。下りはあの上りと同じ向きで置いてくださいね。登ってくる人がいるんで、迂回路で降ります。迂回路って言ってもね、あんまりね、降りやすい道ではないんですよね。これ迂回路があるからね、行ってみようなんてちょっと安直に思うと怖い迂回路ですよ、これ。これロープ場ですね。あれはもうサクサクいっちゃって、
こだ。雷はこっち。それどっち来るの？さっき私こっちに。あ、そうなの。この岩の筋が斜めにこうついてて、直通しようとするとね、足のかかりがなかなかなくて、その岩の筋に沿ってこう斜めに上がってくる感じにしないと。で、鎖がね、いい感じに向こう側のやつがつけてあるんですよ。で、この鎖に流れに沿って上り下りすると割と登りやすいんですけど、変にねこう直通しようとするとね、こう結構危ないですよ。そこを越えちゃえばね、もうその意外とね緩い斜めのところが足がかりがねえんだよ。富士山バックに雷岩もね通過しました。これでまたこの足を登って岩を巻いてるだけなんですね、左の岩をね。微妙にトリッキーなルートになってんだよね。これね、登った時なんかおおっていう感じのこの山頂感があるよね。あ、正面綺麗、南アルプス。扇平まで戻ってまいりました。雲だいぶ取れましたね。本気になりますので、これ右に下りたいと思います。国志ヶ原の方にヒュッテがある方ですね。はい、行きます。こちらのね、本気に来ました。あそこのね、奥に見えるのは高原ヒュッテ避難小屋トイレあります。大平高原緻密尾根の方へ行きます。はい、行きましょう。すごい公園みたいな道になっちゃったね。上り返しというか上り坂ということでですね、もうほぼ終わりに近いんで、奥様いかがでしたか？乾いた岩だったので、はい、あの前回来た時雨降った時ちょっと怖かったんですけど、今回は全然ね、あれ終わっちゃった、そうねっていう感じです。うん、扇平までね、国志ヶ原の方から登っていくとほとんどもうなんかハイキングピクニックみたいな道なんで、そこから先突然豹変するような感じになってるから、まあ、ちょっと面食らっちゃう人もいるかもしれませんけど、やっぱ上の方はねそれなりの技量がないとちょっと危ないんで。重々ね、経験者なんかと一緒に行っていただいて、そうだ、うん、雷岩とかでダメになっちゃうと、そこをクリアしていかないと先行けないんで。とはいえね、山梨百名山景色も素晴らしかったです。山頂からね、以前ね天気が悪くて見えなかったんですけど、まあ、富士山も南アルプスも八ヶ岳も北アルプスもちょっと見えたしね、まあ、よかったんじゃなかったと思います。ぜひ、まあ、一度は皆さん行っていただければなと思います。私のね動画では、あの割とね頑張らなきゃいけないようなものから、まあ、初心者でも行けちゃうよっていうところまでやってますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。ということで、次回の山も楽しみにしてね。じゃあまたよろしくお願いします。じゃあねー。